パンクファッション、パンクファッション、パンク、ファッションとは、ファッションの一種。そこから橋を発する、様々な文化現象を指す後、単に、パンクと表記される場合もある。元は、パンクロックから派生したが、現在では、音楽とは別のムーブメントとして認識され、このファッションの愛好者には、パンクロックには、関心がないものも、少なくない。1970年代後半。 ロンドンでビビアン・ウエストウッドのブランドを取り扱っていた店の経営者マルコム・マクラーレンがメンバーを集めて結成したとされるセックスピストルズの衣装に端発する。マルコムはニューヨークドールズのマネージャー時代に出会ったリチャード・ヘルのルックスに感銘を受け、そこに安全ピンや缶バッジなどを付け足すことでセックスピストルズのルックスを完成させた。高級ブランドのビビアン・ウエストウッドの前身。 サディシャネリーズは日本でパンクファッションの代名詞のように言われているが、セックスピストルズの衣装はほとんどが自作の安物だったとされているビビアン・ウェストウッドと一番深い関わりのあったジョニー・ロットンだけはビビアンにガーゼシャツなどの高な洋服を譲ってもらっていた。しかしジョン・ライドン、ジョニー・ロットンによると、ジョンが自分でアレンジした服が数週間後にはセックスに並んでいたという。 つまり、一般人でも真似することが簡単で、衣装というよりは、普段着に近いシンプルなファッションスタイルだった。彼らの音楽精神を強く感じさせるスタイルである、ことも、相まって、若者たちの間でこのファッションは広がっていった。ちなみに、ページ写真にあるような、典型的、パンクファッション、原色に染めた髪を逆立てる、モヒカン狩リやスキンヘッドにする、革ジャンに秒を打つなど、 は、80年代に、イギリス郊外で対抗した、パンクリバイバル、ハードコアパンク以降のものであり、70年代の、パンクスには見られない。前述のカリスマ、セックスピストルズの典型的なスタイル。寝癖のような髪の毛、引き裂いたシャツや、ジーンズなどに身を包み、チェーン、安全ピンなどをアクセサリーにし、しばしば反逆的で過激なイメージを強調する。女性の場合は、 コルセットや、ボンデージなどを取り入れたアイテムや、ミニスカートなど、髪型は髪色を派手に染めるほか、ベリーショートなども多い。他に、両ちの黒革のジャンパーや細いパンツ、リストバンドや、シルバーアクセサリーなどの衣装も加わっていることがある。しかし、パンクロッカーの多くが、このようなファッションをしているわけではなく、またパンクファッションをしているものが、パンクロッカーとは限らない。また、 リバイバル以降のパンクファッションでは、ドクロ、スカルが、モチーフとして使用されることがある。ドクロは、古くから、メメントモリ、死を思えなど、死のシンボルとして知られてる。だが、パンクファッションでは、死よりも、ドクロは、反戦のシンボルとしての使われ方をされる場合が多い。そして、どちらかといえば、哲学的に取り扱われることよりも、簡略的なブラ、ジョークとしての、霊匠的な、 使われ方をされがちである。70年代にビビアン・ウエストウッドのブランド、セディショナリーズが、ナチスのシンボルであるハーケン・クロイツを取り入れたシャツ、T シャツを売り始めたのをきっかけに、欧米のパンクスの間でハーケン・クロイツをファッションに取り入れるものが現れた。しかしファシズムやナチズムの称賛が禁止されている、欧米では後にこのことが問題になり、一般人の中には、 パンクファッションの若者とネオナチとを同一視する者が現れ、中にはその偏見を持ったままパンクファッションを始めたネオナチの若者も現れた。しかし1981年にアメリカのパンクバンドデッド・ケネディーズがナチ・パンクス・ファック・オフという曲をリリースしたのをきっかけに多くのパンクスの間でナチスのシンボルを取り入れるのはパク的ではないと思うようになり、 ハーケンクロイツをファッションに取り入れるのをやめるようになった。しかしこの曲は反ナチア、反ファシズムを歌っているわけではなく、当時の体育会系、ハードア・パンクスをナチや、軍隊のようだと揶揄した曲である。さらにそのムーブメントを作ったセディショナリーズは、ハーケンクロイツを取り入れたファッションを販売するのをやめたので、現在欧米ではハーケンクロイツを取り入れたパンクファッションは販売されていない。 しかしファシズムやナチズムの称賛が禁止されていない。日本では未だにハーケンクロイツがついているセディショナリーズの T シャツが売られている。日本では同じサブカルチャーとして扱われることが多く、上述のナナやサブカル系の雑誌などで一緒に取り扱われることの多かったゴスロリファッションとの関連性が近年強くなってる。そのため、 本来全くの別物であるはずのアリュー的なカテゴリーが生まれている。それらはゴスパン、ロリパンなどと呼ばれ、それらのデザインはパンクファッションの方が類似点多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。